私とあなた同じ夢を見る。私は夢を見続ける。幻想は求めない。ありのままの姿でいい。格好はつけない。だから僕は今日まともな夢を見るんだ。これお寿司ですから。あ、はい。そうですね、昨日の夜でした。毎日毎日歩いた。今でもその道を忘れない。寸分たがわず歩いていける。大人になってからもよく通学路の夢を見る。親近感の湧く景色はその通学路に似ている。その景色は自分の原風景なのだ。学校に着くまで石ころや缶蹴りを続けるのは定番。
はい、うん、映しなかったけど、まあ今回岩手に来るまでにまあいろいろとこうやってタンポポの種を集めて、こにゃろ、まあね、まあ何個か咲けばいいよ。そうだね、うん、うん、あるあるけれども、この公園に植えたんだけど、あ、あるあるある、やった、あるけど、あ、なんか一本倒れてない、これ。ここのね、あのひまわりは結構刈られちゃったんだけど、ここの管理してる公園のおじさんにこの前偶然会えて、これ倒れるよ、ここ木なんですけど、ここ木で引っかかってる、これは倒れるよ、ひまわりね、晴れないよ。いや、これぐらい残ってたら大丈夫ですよ。ほんと、これな、ほら、もう横にしかさ、根っこがいけなくてさ、ね、根っこが変形してます。かわいそう、ダメだよ、植えたやつ。ほら、これでもう君は離れられないよ。よし、じゃあ来月あたりにはこれ、この曲がってるのが上に向かって進んで、もうこんぐらいになってるはず、こんぐらい。父、三田村新章、母、西川和恵、1980年にその間に生まれた4人目の子が僕、三田村隆信です。長女、三田村志乃、次女、三田村真希、長男、三田村達夫、次男、三田村隆信、その4人兄弟の末っ子として僕は生まれて育ったんですね。1982年ぐらい、神奈川県海老名市、僕が1歳から2歳の間ぐらいだと思います。父は横須賀市のある寺院で生まれたんですけれども、末っ子だったためにその寺院の跡継ぎにはならなかったんですね。で、紆余曲折あって海老名の寺院に引っ越してきたみたいなんですけれどもね、僕自身は生まれたのは横須賀市だったんだけれども、育った記憶っていうのは海老名の方しか全く記憶にないわけですね。僕が生まれたということによって、僕という名前のね、物語が始まった。一つの家族にとってどの時代が一番幸せだったかっていうことはね、一概には言えないと思うんですけれども、ただこの当時ね、三田村一族、三田村家族っていうのは確実にね、幸せだったんだろうなと思うんですよね。そして人が命を持って生まれたっていうことに対しての感慨深さや、その当時の家族の姿を見ることができたっていう、とっても新鮮な感じを思いました。で、あとね、あの中2の時の美術の成績はものすごく良くて、10段階中9を取るっていうね、あのことがあって、自分美術得意っていうことは全く思ってなかったんだけれども、この成績を見てね、あのもしかしたら得意なのかもしれないっていうことを思うようになりました。かつてあのタンポポとひまわりの種をまいたところがですね、
ここ今その上に仮説が立っちゃってますね。もう完璧にひまわりもタンポポも咲かないっていう